皆さんこんにちは、刺繍作家の堀内ゆきです。今日はこちらの柴犬を刺繍したいと思います。今回も動画の最後には今日使用した糸や道具をまとめていますので、よろしければぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。はい、今日はもうすでに布に図案を写した状態から始めたいと思います。早速はめていきますね。刺繍枠はめるときに布目をちょっと気にしてはめていただきたいんですが、この布の縦の糸と横の糸がまっすぐになるようにはめてください。ちょっとね、こうやって引っ張ったりすると布って斜めに伸びやすいので、こう図案もちょっとビヨンと斜めに伸びちゃったりすることがあるので、まっすぐまっすぐになるように枠をはめてください。まずはこの鼻の部分から刺繍していきたいと思います。続いておでこを刺繍していきます。糸の色を変えて引き続きおでこを埋めていきます。おでこが出来上がりました。続いてこの顔の周りどんどん埋めていきます。では続いてこの鼻の眉間ですかね、眉間とあと鼻の頭の方にも色を入れていきます。すでに刺してある鼻を潰してしまわないように、重ならないように刺していきます。続いてこの目の下にも茶色を入れていきます。反対側にも入れていきます。柴犬の特徴でもあるこの白い眉毛と耳の周りの白いモフモフを入れていきたいと思います。では耳に入れます。そしてほっぺたにも白色入れていきます。胸の部分が出来上がったところです。続いて前足に色を入れていきます。そして後ろ足も刺繍していきます。この部分はふっくら丸く仕上がるように意識します。明るい色の糸に変えてグラデーションを作っていきます。で、お尻を白い糸で刺繍していきます。
してくるっと丸まった尻尾を作っていきます。まずは濃い色から入れていきます。だんだん薄い色に変えてグラデーションにしていきます。丸い形になるように意識しながらやってます。もう少しで完成します。出来上がりました。柴犬の完成です。はい、それでは今日使用した道具や糸をまとめていきます。まずはトレーシングペーパーなんですけれども、使用したのはこちらです。チャコエースさんのムーンベールという商品です。こちらのトレーシングペーパーに、こちらのチャコエースファインマーカーというマーカーを使って布に図案を写していきました。そして刺繍針なんですけれども、私が愛用しているのはこちら DMC さんの刺繍針です。細さは5番から10番のものを使用しました。そして今日使用した刺繍枠なんですけれども、こちらです。直径が10センチのものを使用しました。そして刺繍糸なんですけれども、DMC さんの25番の糸を使用したんですが、色味は前回の動画の小さなウサギ編と同じ色を使用しました。こちらの糸を使用しました。色番号は、435番、436番、437番、739番を使用しました。この色味、ウサギも作れるし、今日みたいに柴犬も作れるし、揃えておくと茶色い動物は結構作れるんじゃないかなと思います。そして柴犬の鼻の部分なんですけれども、こちらのグレーの糸を使用しました。こちらも DMC さんの糸で、番号は844番です。はい、それでは今日の動画は以上となります。皆さんご覧いただきありがとうございました。もしよろしければぜひ YouTube のチャンネル登録もお願いいたします。それではまた動画でお会いできるのを楽しみにしてます。皆さんまたです。さようなら。